昨日ちょっとね親戚のさ結婚式行ってきたんだけどちょっとね名前は伏せるけどさ結構有名なとこだよね。で僕今回初めてなんだけどさ東京では23か所有名なとこあるじゃん。でそこの結婚式場行ってさすごくいいなと思っていて、でもうねよくこんなとこにこんな庭残ってたなとかさいうもう超一等地のとこだよ。で建物もね由緒あるような建物でさなってて、でね昨日たまたま混雑してるか知らないけどもねいっぱいいろんな人がこう働いてるわけじゃん。でさうちの、ね、結婚式大体100人くらいの規模の結婚式だったんだけどもすごくいい結婚式だったんだけど、たださ問題ないこのスタッフだなびっくりしたのがさなんていうかなこういろいろほら各テーブルにね担当がつくんだけどこの人がさ挨拶するんだけどさなんか声小さくてさ聞こえなかったりするわけで、それだけだったらいいんだけどさ驚いたのがさほらコーヒーさねなんか出るのよ。でそのコーヒーがさこうカップがあってねでそこにこう置いてあってさでミルク入れますかって言うんだよでコーヒーカップにミルク入れないの普通で、それで「えミルクいやいらないよ」って言ったらコーヒーするんだよな。でそれで移行するか「ごめんごめんコーヒーミルク入れてくれる」って言ったら「えみたいなこと言うんだよそれでさそもそもさ普通ねレストランとか、ああいう結婚式場だったらまずさ普通選択肢としてはね紅茶かコーヒーなわけじゃん。でもさコーヒーなんだよな。でも頭の中コーヒーっていうことに決まっていて、でコーヒーにミルクを入れますかっていうことだったらしいんだよな。でもさいきなりここに器があってさこうなんかこうねポットがあってさミルク入れますかって言われたらミルクいらないよね基本そんなに今ほら子供じゃないからねあんまりこうミルクだけだホットでとか飲むやついないからさでいらないって言ったらいきなりそのままジョーって言ってコーヒー入れたんだよな。でちょっと「ごめんね」っつってコーヒーにミルク入れるか入れないかって話なのって言ったら「すいません」なんて言ってさ、次からこういうふうに言ってきたんだけど、教育っていうかさなんていうかな物事に対するなんか基本っていうかね普通さ一流なとこ行くってさ例えばほら居酒屋さんとかさ居酒屋だってそうだな何でもそうだけどもさ働く場所ってさそれなりに決まり事があってさそれをまず教育するじゃん。で教育するだけじゃなくて基本的に一般的なことってさなんていうのかな普通考えたら分かるでしょっていうことが分からない人ってきっといるんだろうなっていうことを考えていて、で多分ね、昔のね我々の世代っていうのはさそういうものを求めちゃうんだよね。要するに例えばさ僕思うんだけど今家の中にさいろんなものがあるわけだな。テレビもあるしさ、今大体各家にテレビあったりさ、俺なんかだとお風呂場にもテレビあるぐらい、テレビ好きだからいつもテレビ見るよね。でそうするとさそこら中にもうテレビがあるともうテレビ買わないじゃん。でさ今ラジオって買わないよね基本多分。で最近はさカセットねテープとかもないしさ CD とかはもう今最近はさもう全部ダウンロードできちゃうから一つの機種に全部どんどんまとまれちゃってて、ね、昔はさほら、カセットテープ最初はテープレコーダーだよな。でテープレコーダーからカセットテープになってさそれでカセットテープから今度は選択肢として、今度 MD プレイヤーとかさ、CD プレイヤーとかレコードもあったかな。でいろんなものがあったんだけど今は、音響設備って全部インターネットだよね。でそれを今度はインターネットで通してきた音源をね要するにもう少しこう拡大してさいい音が取れるっていうものを作ったりなんかしてるけども一つの音源はさ全部インターネットで集約しちゃったんですよ。だから他に何もいらないじゃん。で家の中で買うものってさそんなになくなってきてるよね。で例えば住宅設備なんかでも例えばどんどん進んでて、今日は南原建築工房のね公園でまたいろんな話するけども設備どんどん拡大しててさ今家の中にほら何だっけ食洗機のない家っていっぱいあるけどもこれつけたらね食洗機ない生活できないですよっていうようなホームオートメーションっていうものがこれから伸びてくるんだけどもそれでもそんなにさお金って使わないよね。でさ、今日本の経済がダメだっていうのは物を買わなくなってきてるわけじゃん。でさ、この辺から伸びるものっていうのは僕は思うんだけど、ね、僕なんかが例えばさ、まあ、昨日も、じゃあちょっとね早く帰ったから焼肉でも食いかなってさ、行った時に焼肉屋さんで一番美味しくて一番効率いい近場でどこかなって普通考えて一番美味しいとこ行くよね。で和食って言えば和食でさ一番美味しいとこ行くよね。でさ中華料理って言えば中華料理で、ね、僕なんか今大体逗子の方までさ車で40分くらいかかるかな。でもさやっぱり中華料理食いたいって言った時にやっぱり逗子まで行っちゃったりするよね。でさちょっとした昼飯とかそういうのはね近場で食べるかもしれないけども、やっぱ夕食でなんか美味しいもの食べようって言ったらやっぱ一番美味しいとこ行くんだよ。でそういうものの中でさなんかね下の人たちっていうかさなんていうかな、ダメになっちゃってるとこね。例えば今飲食業界でもさ2つに分かれてるね、ダメになっちゃってるとこっていっぱいあるじゃん。でそれ何かっつうとさいや器がすごいものを作るんだよね。すごく立派なさ建物で、ね、要するに錯覚するような要するにお店作りね、一流な雰囲気の店はできるんですよ。問題は中身だね。要するにそこで働く人、ね、っていう人たちがどういう気持ちを持ってここで働いてるかっていうことが要するにその店をダメにするか良くするかの違いだと思うよ。で昨日僕ね思ったんだけど、ああやってさいっぱい結婚式をねもう多分午前中3件午後3件また夕方から3件ぐらいあるのかな、3万人ぐらいするんだな。そうするといろんな人がいるわけだね。でもその中で働く人たちっていうのはさ多分派遣かさなんかなんだろうな。でその人たちってさ派遣の人たちって多分仕事に対するさなんとかな意気込みとかさ自分が何のためにここに働いてるかっていうさ精神っていうものが多分ね失われてるんじゃないかなと思うわけでさ、だからただ、ね、稼ぐためにこう来てるっていう人たちになっちゃうわけじゃん。でそれね多分ね今日本の経済ダメにしてるのそこだと思うよ。で僕は思うんだけどもね最後は人なんですよ。うちの会社もそうじゃん。俺は最後は人だと思うわけでね、うちの会社ではあっちゃいけないことだと思うんだ。なんでかって言ったら僕たちはね日本一の不動産コンサルタント会社を目指してるわけじゃん。で目指してるところで同じようなことがあっちゃまずいですよってこと。なんとなく給料もらえるよね、なんとなくここにいるとさ居心地がいいよね、なんとなく能力低いけどさ、まあ、そのままでも給料もらえるよねってそういう考え方で言っちゃうとね、この人って多分会社全体の足を引っ張ることになると思うんだ。でね会社ってね一つのさ企業体でしょ。でこの企業体っていうのはねいつも同じ速度でこう動かなきゃいけないんだね。物事ってさね今日あったら明日があるよね、明日があったら明後日もあるぞ、ずっとさ毎日、ね、日進月歩しなきゃいけないんですよ会社っていうのはね。そうしないと取り残されちゃうわけ。ところが会社の中に遅れてる人がいるじゃん。全体的にこの会社というのはね一番遅れてる人に合わされちゃうわけ。合わされちゃうってのと、もう一つは会社の経営自体も合わされちゃうってこと。一番遅れてれば遅れてるところに合わさないといけなくなっちゃう。で能力が低ければ低いところに合わさなきゃいけないってことになっちゃう。だから結果的には会社っていうのはね成長しなくなっちゃうんですよ。俺昨日思ったんだけど、せっかくいいのにな思ったらね、俺本当逆にさああやって、まあ、どういう形態で働いてる人なのか分かんないけどもね、でもね全部をダメになっちゃう可能性高いね。でまあ、僕たちみたいなのはねまあ、注意したからさその後ずっとこうねそういうふうに動いたけど、あれ俺言わなかったらずっとさ「ミルクしますかミルクいかがですかいらないよ」って言ったらコーヒーするんだよね、それ違うでしょね。そういうことをね要するに僕は一つ一つの中でね一流のお店ではそういうことないですよね、安心してさ過ごせるのは一流のお店だ。つまりね時間っていうものを買ってるのと一緒。要するにさ例えば僕たちねサービスを受けるときにサービス業にサービスを受けに行くよね。例えば、まあ、今日ね三浦さんなんかいるからね和食のねこれから日本一のさ日本料理を目指そうとしてるわけでしょ。でこの日本一の日本料理を目指すっていうときにやっぱりその空間っていうものとか料理というものとかいうものにやっぱり魂がこもってないとダメだよってことだと思うんだよ。でそれを分かる人と分かんない人がいるわけで、これ残念なのが分かんない人が多くなっちゃったから、要するに日本料理っていうのがダメになっちゃった。でまた効率をね要するに高めるためにいわゆるさ経営する企画する人たちとかが要するにさいろんなお金をかけてね建物とか内装を作り上げる、ね、料理とか器も作るで料理のマニュアルも作る、ね、やってるけれどもでもそこで働く料理人の人たちがやっぱりレベルが低かったりそこで働く人たちのレベルが低いから結局せっかくできた器がダメになっちゃうわけですよ。で結果的にはさどうするかっていうとそのお店はダメになっちゃう。そうすると逆にさまたその店ごと買って次にやる人たちがいる。今何だっけ星のなんとかってあるじゃん。なんだっけダメになっちゃったさ旅館とか買ってねやってる人はあれはすごく分かりやすいビジネスモデルですよ。要するにダメになっちゃったお金かけてもダメな人っているんだね。これは例えばあれじゃん年金機構なんかやってたさホテルとかねあったじゃん昔ね。あれ全部ダメだったでしょ。あれ当たり前だけど働いてるやつ公務員だからですよ、ね、要するに行けばさ給料もらえる人たちこの人たちが上になってさサービス業なんてできるわけないじゃん。やったことないんだからどうせ人がやってるから俺もできるだろうって言ってさ金かければできるって商売じゃないんですよ。で結局は、ね、ダメになっちゃったところ今度優秀な人たちが出てきて、ね、金かけたところを活用してで自分たちが魂を入れる仕事だ。でその魂を入れることでこのものがまた生き返るってこと。建物とか、ね、物って全てね要するに、無機質のように見えるけれどもこれはね実は魂を入れることで全然結果が違うってこと。で人間もそうですよ。魂がないやついっぱいいるわけですよ。ボーっともう街歩いてるやついるじゃん、ね、あとこうゲームばっかしてるやつ、ね、頭おかしいんじゃないかと思う人たちが今いっぱいいるね。でこの人たちは仕事に対する魂ってもうないんだ。だから仕事中に、ね、ゲームやる、ね、あと仕事中にパチンコ行く、ね、それは魂がないことだ。だからこの人たちっていうのは結果的に自分の人生ダメにしてるだけなんだよ。でその人たちは結局わからない。でこの分からない人たちは要するに物を食べても口が音痴だし要するに美味しいものは分からない、ね、で時間過ごすための要するに居酒屋であるから居酒屋まずいもの出てきても分からないでその分からない人たちが要するにやってる中で分からない人たちが経営してるから分からないもの同士うまくやってるように見えるけども結局中身がないから結果的にはさ価格競争に巻き込まれてアウトになっちゃうわけじゃん。で僕はね思うんだけど人ってねやっぱりね大事なのはね、僕は思うんだけどもやっぱり魂だと思うんですよ。物事の生き方とかさ要するに自分たちのこだわりとかさあとね競争心っていうものねやっぱり1番目指そうぜっていうのと、ね、なんで2番じゃダメなんですかってバカがいたけど、ね、それじゃダメなんだよ、ね、3番目もいいじゃない4番目もいいじゃない別に競争なんかしなくていいじゃんって言ったらダメなんだよね。人間っていうのはそれで魂全部奪われちゃった。だ今日本の、ね、要するに将来に向かってね要するに今働いて世の中に出てくるねその、無機質な人たち働かない人いっぱいいるんだよ。でその働かない人なんで働かないの、ね、頭の中でバーチャルが出来上がっちゃってるんだよ、ね、働くってことはどういうことかってことを関係なくかっこいい仕事に就きたい、ね、お金儲けたい、ね、金持ちになりたいそんなことばっかり言ってるんだけどじゃあ足元何ができるの何もできない人たちだからこの人たちはずーっと人生に対して不満を味わうしかない人生になっちゃう。なんでかって言ったら何もやらないから、うん、だから僕は一つ一つね僕は人間っていうのは一つ一つ作り込む時には何かをやることですよ、ね、何でもいいんですよ何かをやることでもう一つはねやっぱりこう自分がいる立場っていうものに対しての物事の考え方ねでそれは自分なりによくしようって物事の考え方をしなきゃダメだってことでそれは一番僕ね重要なことだと思うよ。ぜひね、一つ一つ僕はね会社構成してるのはね人なんですよ。で物もねやっぱり、人が動かすもので物が動くわけだから当然だけども人が重要なんだね。あとパソコンもそう、ソフトウェアもそう全てそうなんですよ。これ人の考え方が出来上がってる。だから考え方がダメなシステムは全部ダメになるし考え方が、ね、いいシステムは必ずうまくいくんですよ。でそういう物事の要するに判断基準をねしてるのは全部人だってことだから僕はね人に対する教育とのねずーっとやってきてるけれどもまだまだ足りないなと思ってるわけ。これまだまだ足りないってことは何かっていうと教育に対する物事の考え方をもう少し上に立った人たちが持つべきだということね。今年も宅建、何人か受かりましたけども落ちた人もいるでしょってことでこれね落ちた人の問題だけじゃないんですよ。この人たちを指導している上の人たちの要するに宅建に対する意識っていうものの要するに欠落だと思うわけ。だからこれはね、ぜひね、みんなに迷惑がかかっていることだから、これぜひね、もう今から、ね、来年のことをまず一つ、教育っていうのはうちの場合は、ね、資格試験っていうのも一つのさ、教育の一つだから、まあ、ここをまず中心としてまずはさ、ちょっと人ってことに対してね、もう一回教育する必要があるなと思ってるわけ。別にうちの今は悪いとこじゃないでしょ。ただね、やっぱりお客さんと接する一番最初の人ってものが、ね、僕たちがの代表者なんだから、ここをもう少しね、考えるような動き方しなきゃダメだと思うよね。まあ、ぜひね、ちょっと昨日午後ね、せっかくいい結婚式なんだけどさ、その動くスタッフの人たちね、もう少し気遣ってもらいたいな。多分高いと思うよ。高いお金取ってあれだったら、もう僕はね、長続きしないんじゃないかなと思うね。まあ、ぜひ反省なんだけども、まあ、うちもね、これから伸ばす時にはやっぱり人の教育ってことが重要だと思うね。まあ、ぜひそういうこと考えて、毎日ね、自分自身もね、切磋琢磨しなきゃダメだ。もう一つは、ものを教えるっていう意識も持たなきゃダメだってことね。で、あとは成長させるっていう気持ちを持つこと。ぜひね、そういう気持ちを持ってください。お願いします。